円覚寺吉野博。早春鎌倉円覚寺。丘陵を背に緩やかな勾配を持つ広い境内。山門、本堂、鐘楼、舎利殿、塔頭十数棟のゆったりした淵。境内を転々して勾配白梅が咲き競い、人々が歩む。総門から奥の庵まで一筋伸びている石畳の参道。そこを行き交う人々に混じり、黒いコートの老人が二人の婦人に左右の肩を支えられ、不自由な足を引きずり勾配を登っている。若者たちが談笑しながらその老人を足早に追い越していく。若者たちにほとんど無視されていることで一層際立つ老いの姿を、私はなぜかことさら心に留めようとしている。お父さんは風のように歩く。次女が小学生の頃私に言ったことを私は不意に思い出し苦笑する。数ヶ月前、駅のホームで失神混沌した私にはもう風のような身軽さはない。老人はしばしば立ち止まって、間近の梅の花の照りを浴び、貝添えの婦人と談笑している。その時だけ歩くことに必要な努力が姿に現れない。早春鎌倉瑞鹿山円覚寺。